はい、皆さんおはようございます。ただいま香港、今日で2日目になりますね。まあ、昨日の昼に着いたんで、まだ 0.5 日半日しか経ってないような感じですけども、香港の朝5時、暑いです。蒸し暑い。そしてね、すごいこんな街中なんですけども、鳥の声がすごい賑やかで南国な感じですね。昨日の夕方とか夜も暑かったんですけども、一日なんか気温がずっと変わんない感じ。最高気温的には30度ぐらいです。そんなに暑くはないんですけども、こんなに朝が暑いとは思わなかったな。で、今朝はですね、コーヒーを、恒例のコーヒーをこう求めてうろついったんですけども、セブンイレブンにはないのでマクドナルドでちょっと行ってきましたが、うまかった。酸味があってうまくて、とりあえずこんな感じでね。とりあえずこうじゃねえや、今日は香港島の方に行ってみようかなと思ってます。で、こんな感じ。なかなかね、香港面白いですよ。面白いんですけども、ちょっといろんなもの食べてみたんですけども、なんだろう、味付けが濃いわけじゃないんですけども、一回食べるとお腹が空かない。水餃子のスープを飲んだだけなのにお腹が空かない。これは今回長く期間を取って正解だったかもしれない。普通に3泊4日とかで来て、もうなんかちょいちょいと食べたら、なんかもう他のも食べれないんじゃないかな。いろんな意味で楽しんでおります。まあ、動画なかなかね撮れないことも多いんですけども、家族4人とも今ちょっともう昨日相当歩いたんで疲れて寝ちゃってますけども、今日も一日楽しみたいと思います。それでまた本日もよろしくお願いします。